ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日もこの僻地に集落作っていきましょう。前回ですね、ここまで集落でかくなりました。もうかなり大規模になったね。南の方はかなり家も連なっています。畑もどんどん拡張していて、ここまで大きくなりました。南にもあるね。で、今回何をしていくかなんですが、なんと今真冬1月なんですが、食料があと3ヶ月分しかありませんなのでちょっとこれをなんとかしていかないとやばい。でもどうにもないな。冬だからどうにもならないよな。まずはこのまま春を目指していこう。木材の方は結構あるみたいだね。薪はたくさんあるな。木炭が足りてない感じだね。一応ここで木炭作ってるんだけど、炭窯もう一個あってもいいかもな。全部の薪を炭に変えてしまおう。はい、もう炭を隣町に売れるレベルで作り始めたんだけどいいぞ。あー、要求を満たしていないって言ってる。こんなところに住めるかっていう人たちがいますね。あ、でもなんかちょっと食料増えたぞ。食料8ヶ月分あることになってる。なんでだ。ちょっと町から出ていったのか、それともここから持ってきたのか。でもここ食料貯蔵庫ゼロだもんな。パンが焼けたのか、ひょっとして。まだ小麦に残りはないですねもう小麦残ってないわ。風車で働く必要もなければ、パン焼き窯で働く必要もないぞ。7家族余ってしまった。冬やることないんだよな、基本的に。倉庫で働かせるか。はい、ちょっと冬の間はこのまま過ごしましょう。あ、冬の間に家を建てておこう。いや、でも食料ないのに家建てんのどうなんだ。まあでもなんとかなるよな、きっと。きっと大丈夫。どんどん家を増やしていこう。ちょっと前回の終わりから分かったんだけど、大きな家ほどたくさん裏庭で野菜とかが取れるみたいなんだよね。こうすると、4軒家が建つんだけど、これかな？あ、ほら、3軒になります。こうすれば、2軒。2軒に2家族住むみたいな。これででかい1軒になるっていう。そして裏庭が広いほど野菜がたくさん取れるっぽいんだよね。ちょっとここにでかめの家建ててみよう。こんな機能があることに気づいていなかった。さあ、建て始めたぞ。そんなに大きな家っていう感じじゃないけどな。でも2家族住めるらしい。で、ここの裏庭で、菜園、野菜を取る。あー、でかい！畑がでかいぞ。いいね。はい、2世帯住宅です。ただまあ他人同士ですあ、しゃあない、しゃあない。そういうこともある。ちなみにこの町全ての住居にすでに人が住んでて。何取られた。これなんだ。何かを取られた。くそ、お前ら何を取った。今何を取った。許さんぞ。大麦、あ、大麦が取られたっぽい。くそ、待って待って、大麦なんかのために作ってたよな。俺大麦で何しようとしてたっけな。あ、ビールだ。そうだ。ビールを飲みたいって言ってる奴らがいるんだ。これだ、酒場。じゃあ酒場をちょっと建ててみようかな。お、いけそう。はい、酒場ができました。ちなみに大麦取られたんで、ほとんどビール作れません。輸入するしかないかもな。盗賊に盗まれてしまったからな。はい、酒場できました。いいね。ただビールがないので、ちょっと待てよ。冬の間に戦いに出かけるか。山賊から物を取ろう。ここにいるな、バンディット。ここ行くといいか。いっぱいいるな、近くに山賊。ちょっと戦いに行ってみよう。人も増えたからな。よし。戦いの時だ、お前ら。集まれ。集合！弓隊も集合！行くぞ。見てください。ハヤトの野望の旗です。僕が恨まれちゃうからやめてくれませんかね。盗賊のふりしてほしい。食べ物がないんだったら奪いに行けばいいのよ。という集団です。集まりました。さあ行くぞ。隣町に。一番近いのここだな。ここ行ってみよう。もう3月。3月春じゃねえか。待て待て待て。もう春だぞ、3月。待って。冬のつもりでいたんだけど。もうそんな季節だったか。アーチャーを守りながら前進。よし、アーチャー隊、サイドに回れ。あ、もう撃ってる撃ってるって。攻撃だ。突っ込め突っ込め、横から突っ込め。やばいやばい、接敵されるいかん、簡単に取りつかれたなんてこった。結構やられてるまあいったな。全然弓使ってない。弓弱えなもう全員槍でよかったな、こんなんだったら。全然強みを感じなかった。お、倒したぞ。おい、さあ略奪の時だ。奪え奪え、食料奪え。ここに盗賊のキャンプがある。奪えるかな。はい、来た。一番近い町に資源を。どれぐらい手に入ったんだ。ん、本当に入ったのか。あ、大麦取られた。大麦回収できたっぽい。でも食料少な
食料少ねえなおい。でこの辺にもう一個キャンプがあるからこっち行ってみよう。もう今まさに種を植えないといけない時期なのに、どうしてこんなことに。あれいないかも。あーどっかに略奪に出かけてるっぽい。よし奪えよし来た。はい次を送る。よし帰るぞ。弓はもういいな弓はもう作るのやめよう。さてちなみにめちゃくちゃでかい家完成しました。ちゃんと家も2軒あるね。やってる？ちなみになんかあんまりやってる風じゃないね。もうさ裏庭の畑で家庭菜園するのレベル超えてるんだけど、クソでかい家にした関係ででもこれねでかければでかいほど食料たくさん取れるらしいんだよね。なんでちょっと食料たくさん集めてもらいましょう。あと大麦取り返したからビールが作れるんじゃないかな。酒場。ビールってどうやって作るんだ。勝手に酒場で作ってくれるのかな。あ、麦芽製造所、これいるじゃねえか。大麦を使って麦芽を生産する。くっそーめんどくさいな。ビール作るのめんどくさいな。ちょっとでも仕方がないので僕はこの辺に。ここでいいかもね、畑近いし。はい、これは麦芽製造所です。大麦あんまりないが一生懸命やってくれよ。農業始まったかな。お、やってるやってる。いいぞ。手で耕しています。待てよ、これ手で耕していますって、これいいのかな。なんかさ道具みたいの作れたよな確か。そういえばほらこの資材ってとこに道具ってあるんだよな。道具いる？まあいっかいいやいいや、全力で頑張ってもらおう。なんか道具使ったら効率が良くなるとかね、あったらよかったんだけど、そういうわけでもなさそうだもんな。ちなみにこっちはもう植え終わっています。素晴らしい。もっと畑広げたくなってきたな。人増えたしまた食料足りなくなるぞ。今のうちにさらに小麦が取れそうなところを探して。もうないな小麦取れそうなとこ。あ、意外とこの辺小麦取れそうだね。ここにもクソデカ畑を作るか。どうせ冬まで暇だろ。ただちょっと学習したことがあって、でかいの1個より中ぐらい2つの方が管理しやすい。よしよしよし。あ、なんか農地にしたとこ勝手に木が切られてる楽でいいな。さあここ全部小麦を取ります。領地が占領されようとしています。あー、うちの隣の土地を占領しようとしてる。これで全部の土地を占領されちゃうじゃん、このハイドボルト・ボンなんとかに。次うちに攻めてくんじゃないのこれどうしよう。戦えばいいのかな。戦うみたいになる。戦ってみるか。ちょっと負けたらとんでもないことになりそうだけど、でうちも言うて結構軍隊いるからな。もうついに戦う時来るのか。多分これを押せば戦うんじゃないの。あ、悪人ハヤトとか出てきた。なんだよ悪人ハヤトって待て待て待て、集まれ。なんか急に戦いが始まったぞ。どこに敵の軍いるんだこれ。軍隊はどこだ。これか。あ、勝てなさそう待って待っておい、5部隊もいるんだけど。無理だよ無理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 。ちょっと待って、降参したい降参。やーべえ、やっちまったな。新たな軍を今からでも組織しよう。新たなやりたい。いや3部隊しか組織できんのか。うちの状況だと人口が足りないんだ。だから今すぐ家を建てて人を増やせばいいんだよな。だからまだ間に合うかもしれない。いやーでも急に人増やすと食料がな。でも戦争で負けて滅ぶよりはいい。やるぞ俺は。めちゃくちゃたくさん建てよう。食料のことは何とかするからきっと大丈夫。さあここに家を建てるんだ。めちゃくちゃ狭い区画ができました。今から家建ててて間に合うのかっていうか冷静に考えてちょっとバカなことしてないかあ、まあ仕方がない、知らない。あ、保有している部隊を戦場に送る必要がある。戦場っていうところがあるんだ。あ、ここに行ってここで戦えって。マジでここで戦うの。戦場指定されてるんだけど。じゃあ行かなきゃダメじゃん。集まれ、装備の不足は気合でなんとかしろ。イエスカスカになっちまうかもしれねえけど、俺たちは連動でもってなんとかするしかない。もうあーでも集まってきた集まってきた。いいぞよし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 、数は揃ってる数は。はい集まりました。よし行くぞ。相手にとって不足はない。若干数負けてんだよな。でもな、でもまだ負けたわけではない。うちも3部隊はいるからな。あ、ちょっと待って、なんか来ちょうちょい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 、待って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 、ちょっと待って、やばいやばいやばい、なんか来てんだけど山賊たちが、俺たちの軍の留守に山賊が、もうダメだなんかおかしいと思ってたら戻ってこい。男たちが出払ってる間に山賊たちがやってきたやばいやばいやばい、ちょちょ早く早く走れ走れ走れ。
お、やめた、やめてくれた。もうなんだ、敵で払ってんのかよ。今日のところは多めに見てやるかみたいな。あ、違う、こっちの軍に向かってきてるんだ、きっと。もうここにいるから。そういうことか。後ろを取られたらかなわんと戦う決意を固めたんだな。これ戦争もあるんだけど、どうしようこれ。来た来た来た、さあ戦え。まあ負けるわけがないのよ。敵も結構な数いるな、それにしても。よし、いいぞ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 。オッケー、よっしゃー。あんまり損害出さずに、なんとか倒せました。よしよしよし。で、戦争か。いや、もう厳しいぞ、正直。向こうはさ、なんかこう、効率 115% めっちゃ強そうになってんのよ。うちは効率マイナス 5% とかついてるんだけど。効率 1% ってなんだ？あ、走り疲れてるんだ、これ。走り疲れるっていう要素があるんだ、このゲーム。なるほどね。あ、始まっちゃったんだけど、戦争が。戦争開始って言ってる。待て待て、お前らちょっと休憩しろ、休憩休憩休憩、いるぞ。戦闘進行中。向こう向かってきてる。あ、向かってきてる、向かってきてる。こっちに向かって。待てよ待てよ、これ茂みの中にいた方がいいだろう。茂みの中に隠れるんだ。茂みの中でちょっと休憩な。もう長い距離走ってきて疲れ切ってんだわ、こいつら。やばいぞ。あ、もう来てる来てる。まずい、疲れたまま戦闘が始まっちゃうんだけど。これ相手こっちの位置分かってんのかな。あ、分かってる、バレてる。突っ込め、突入だ。相手のアーチャー隊に突撃せよ。数の力でなんとかしよう。勝てるかな。めっちゃ疲れてるけど、効率 12% ってなってるけど。卑怯だ、戦場が遠すぎんだわ。相手が全然減ってないな。ちょっと、あー、逃げ出したんだけど。ダメだ、やめとこやめとこやめとこ、逃げ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 、ダメだダメだ、撤収。諦めろ、諦めよう。走って逃げろ、走って。まずい、しんがりが捕まってて。もう走り疲れてっからさ、もうマラソンで。やばい、逃げろって。拠点まで逃げよう、拠点まで。違うんです、ちょっと調子に乗っただけなんです。盗賊倒して調子に乗ったんです。相手は軽武装の傭兵、こっちは民兵隊。あー、まずいぞ、ダメかもしれない。頑張れ、負けるな、やれるよお前らなら。意外と相手もだいぶ減ってる。相手 45% まで減ってる。こっちはもう敗北。なんてこった、負けました。無理ゲーすぎんだろう。なんだよ傭兵団って。あ、でもその間にも新しい家が建ちました。さて、ちょっと人口減ったかもしれないな。いや、だいぶ人口減ってるんだけど、士気が下がりまくってる。負けたからだ。でも経験は積んだみたいだね。さて、農業はどうなったかな。あー、やってるやってる。いいね、なんとか余裕で間に合いそう。こっちも耕しちゃうか。耕さないつもりだったが、こっちもやろう。6月に気分で種まきを始めて、果たして間に合うのかよくわからないんだけど。まあついでだよな。あ、始めた始めた、いいぞ、急げよ。あ、だいぶお金増えてきたね。そしてお金だけは細かく奪ってるからな。こうなったら家の裏庭で鶏、全部の家で鶏飼って、鶏の卵を食べて暮らそう。いやー、強力な軍隊作りて、畑から兵士が生えてくればいいのに。一心に卵を取るんだ。毎日卵1個取れ、毎日。見てください、見渡す限りの鶏小屋。すごいぞ、鶏の名産地。これが全部ウコッケーだったらものすごい収入になるぞ。そう、食料も足りてないし、いろいろ足りてないんだよな。野菜もっと欲しいよな。この裏庭農業もっとやるか。家もっと増やして、食料さえあればなんとかなるからね。いいんじゃないかこれ、裏庭農業開始。いいね、結構変わった感じの土地ができました。今までの小さかった家の人たちは何だったんだって思っちゃうよな。なんで新入りこんな広い土地で暮らしてんだ。でも見方を変えると、こんなにでかい畑を耕さないといけない、仕事から帰ってきた後で耕さないといけない、地獄。別に自分の食べ物にもならないんじゃないの。なるのかなこれ。めっちゃキャベツ育ててるけど、果たして自分の食べ物なんだろうか。あ、そういえばこれどうなったんだ。爆芽製造、あ、爆芽作ってないじゃん。爆芽もちょっと作ってくれ。レベル3の家ってできるかな。酒場建てたから、もうすぐこの辺りの家のやつらはレベル3の家に住めるようになりそう。ビールさえできれば。早くこの小麦を食料にしてくれ、じゃないと食料ももうそんなにない。やばい、ちょっと人が余ってんだよな今。
じゃあ、もっと木切るか。ガンガン木切りまくってみるか。伐採場も一軒増やして。いともたやすく自然が破壊されていく。はい。全力で薪を作っています。ギリギリ間に合うかどうかだな。どんどん引っ越してくるから必要量が増え続ける。あ、やり始めたぞ。いいぞ、急げ。小麦を小麦粉にせよ。食料はなんとかなるのか、これで。足りるのか。なんかお腹押さえてる人いなかった、今。気のせい。なんかこの人元気なくない？あ、病気なんだけど、パン屋さんが。なんで？働かされすぎてる、ひょっとして。知ったこっちゃない。もっと働くんだよ。いや、全然小麦粉足りてる感じじゃないな。滅んでしまいそう。あ、でも燃料2ヶ月分になったぞ。もっと木を切ろう。木を切りまくれ。いや、冬越すのってこんなにも大変なのかよ。しんどいぜ。はい、というわけでね、地獄の冬もやってきたし、この辺にしとこうかなと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。今回ちょっと戦で敗れてしまったんで、次回は最強の軍隊作ってリベンジしたいと思います。いや、わかんないけど、滅ぼされる気もするけど、まあ、なんとかこの鶏マネーでね、鶏マネーってこれ食べ物になるんだけど、鶏で食料食いつないで頑張りたい。皆さんご視聴ありがとうございました。続きを見たいと思ってくださった方はね、高評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。